次、質問の2番。防戦備意図とは、今はさようなるあぶれ者いでくまじげなるようにこそ、つまりね、これは大将が言ってるわけだね。大将がね、あ、その前ね、大将がマラをまず集まいてる、私をね、まず集まってその怪物で打ちなさい、さらばそれならば誰もが私の子供を設けましょう、本当にそれが効き目があることならば、たとえ痛くても我慢してましょう、こういうふうにおっしゃったんでしょ、歌前は。それに対してみんな打ち笑いたる。ね。その後、いとど今はさようなるあぶれ者、いでくまじげなる世にこそ。はい、問われてるのどこですか、どうだんご、どうだんご、そう、ね、世なんだよ。ね。世とか世の中、どういう意味だったっけ、ね、どういう意味だったっけ、そう、男女の中、夫婦の中だ、ね、これが分かれば選択肢はさ、ね、ちゃんともう勝負できちゃうでしょ、ね、意図とはますますというんですが、ますます今ではそんなね、あぶれ者が出てくるはずのない、そういう、つまり、夫婦の中なんですよ、って言ってる。ね、そうすると、夫婦の中で訳されているのは何番ですか、ね、はい、選択肢を見ると、はい、答えは4番か5番でしょ、ね、これで絞れるわけです。1番の、ね、厳格な時代、愛せにてバーツ、世の中の意味ではない、ね、2番は平穏な世の中、これもおかしいね、3番、面白い世の中、これもおかしいでしょう、ね、はい、4番、5番の4番ね、常識外れの女房なんてますます出てくるはずのない円満な夫婦だからと、それから5番ね、抜け目のない女房がますます出てきかねない不安定な夫婦だからと、これはいでくまじげなる出てくるはずのないそういう夫婦だからというんだから、いい意味で使ってるでしょね。だから答えは当然4番こういうふうに答えが出ます。いいですか。ですからね、皆さんにね、今日は伝えたいのは、ね、必ずね、出題者の視点、意図っていうのがあるんです。ね、ここでは絶対世なんだよ。世の中とか。それを聞きたいんです、出題者。ね、だから私たちは、それを、ね、聞きたいものをしっかりと、ね、視点を持って解いてほしい。そうすれば、必ず答えが導ける。ね、それをなんとなく最初からね、全部選択肢、ね、見てもう一回本文の全部ね、防戦部に照らし合わせていったらこんなのね、問いの1問だけで5分や10分経っちゃう。皆さん、センター試験なんてさ、80分で読んだだよ。現代文、2代、5分、半分、80分だよ。ね、そんな悠長な解き方なんかできない。いいですか。ですから、もう問われてるところをパッと見て、あ、ここは狙えてる。ね、ニコッと微笑んで問題を解くぐらいの、そういう準備してほしい。ね、そのためにもですね、しっかりとした単語力をつけてほしいと思います。でね、単語はやはりね、覚えようと思って覚えてください。なんとなくダラダラやらない。ね、それも作品の中でやるんだと。いいですか、ね、単語集は後でチェックする。ね、ですから皆さんは、ね、問題を解く中で解釈する。ね、そういう中で単語をしっかりとチェックする。特に形容詞、形容詞、ね、これをしっかりと、ですね。はい、そういうことで単語の話をね、これがまず5本の話の第1本目、次2本目、ね、はい、文法です。どうですか、文法。好き？嫌いだよな。ね、文の法則なんだけどさ、これがまたみんな嫌いなんだよね。でもね、いい？文法は特に解釈のための文法力をつけてほしいんです、ね、訳すための文法力、いいですか。そのためには助詞、助動詞、ね、この訳し方をちゃんと勉強しましょう、ね、で、まあ、苦手な人
いいかい、これからの勉強でも十分なんとかなります、ね、なんとかしようよ、ね、でまずね、主要な助動詞の意味用法と学習法というので、書いてみました、ね、まず助動詞とか助詞はね、解釈に必要な一番の大切な要素なんです、ね、でちょっと読んでいきますが、助動詞、助詞と言われる属語は動詞や形容詞、名詞などの事実語と違い、その語だけでは意味が分かりませんね。もちろん図は内口の意味でないないないと訳せる、そういう助動詞もありますが、多くは常設の事実語に接続して文章にいろんな意味を添える働きをするんです、ね、こういうことで、助動詞というのはしっかりとね、意味を押さないといけない。